はい、どうも、秘密結社ヘガム総帥ハッチーでございます。今回は、ようこそ松本凪選手ということで、こういうね、ようこそとかさよならとかをね、全部取り切れてなかったオフの間ということで、その話をしてしまいたいなと。とはいえ、もう活躍しちゃってるけどね、凪ね。っていう感じでね、去年まで、セレッソ大阪からのレンタルなんだけれども、セレッソ大阪に2種登録された時から、プロ1年目まで、おととしまで、ほぼ U23 での出場。そして、去年が栃木へレンタル移籍、今年は甲府へ育成型のレンタルという形で来たということですね。前年栃木に期限付き移籍で行ってて、その後甲府っていう移籍の順番って、今長崎にいる、もうマークを外したら一瞬でもいけないあの人、クリスティアーノと同じパターンだよね。もうクリスティアーノと同じルートで来たから、クリスティアーノぐらい活躍期待してやれって言うと、シーズン前は言い過ぎかなって思ってたんだけどネタかなと思ってたんだけど、いやー、貢献度で言えばそれぐらいいけるっしょね。現時点での活躍っぷりからはね、そんぐらいの今シーズンの期待ができると思います。今のところね、そのセレッソ大阪の U23、 そして栃木 SC と、J3、 それから J2 での実績しかない選手といえばそうだし、 J1 ではまだ出場もしてないのかなっていう選手なんだけれども、今年ね、甲府でこれだけやれていたら、来年以降はっていうふうに、言いたい。去年一昨年までの甲府の順位、昇格時点のチームでこれだけやれてたらなら言ってやれるけれども、19位のチームでこの程度、19位のチームだからな、初戦なとかっていう状況のね、チーム状況が良くないから、そういうふうにも思っちゃうけど、でもね、甲府でこれだけやれてたらね、来年は上で十分活躍してくれるだろうし、活躍してね、さらにって、羽ばたいていったときに、うちが育てたって言い張れるようなね、そんな選手になってほしいなっていうふうにね、シーズン始まって活躍を見てからの今でもね、思えるぐらい頑張ってくれてるんでね、いいなと思っております。以上、ハッチーでした。